韓国公衆マンション外壁崩落。雪が舞い、強風でパーティションが揺れる中、乾燥していないコンクリートの底の中央がぽっかりとへこんでいた。11日午後に発生した広州、ファンジュ、広域市西区花亭道、ファジョンドンの現代アイパーク新築工事崩壊事故直前のマンションの屋上の現場の様子だ。13日に公開された映像には当時崩壊の兆しがそのまま収められていた。異常な気配に気づいた現場の作業員が右往左往しながら口々に何か言う声も生々しく録音に残されていた。該当の映像は11日午後3時47分頃、建物の外壁などが崩壊する10分余り前、39階の屋上でコンクリート打設、鋳型にコンクリートを流し込む作業をしていた HDC 現代産業開発の協力会社の班長 A さんが携帯電話のカメラで撮影した。映像はそれぞれ40秒、1分32秒の2本だ。1本目の映像にはコンクリートの床板、スラブが横一字にまっすぐに並んでいるが、2本目の映像では中央の床板の一部が10センチほど明らかに沈んでいる。映像を撮影した A さんも崩壊の兆しを感知したように繰り返しため息をついていた。在中韓国人である A さんは映像の中で中国語で尋常じゃないというようなことを話している。映像は崩壊事故が起きた工事現場に参加したポンプカー会社の社長 B さんが A さんから受け取った。事故当時 B さんの会社のポンプカーも破損した。 B さんによると事故当時38階の天井であり39階の屋上では A さんら協力会社の作業員7から8人が仕事をしていた。映像撮影当時も一部の職員はすでに異常な気配を感じて退避していた後だったという。 B さんは A さんがバーンという1回目の爆発音を聞いて何かおかしいと思い人々に退避しろと指示して自分も階段側に出てきてもう一度映像を撮影したと話した。そして A さんも映像を撮り終わるとすぐに降りてきたが25階と27階の間でガチャンバタンバタンという音が聞こえて何か崩れるようだったので走り1階に降りると同時に足から力が抜けて座り込んだと話した。広州警察庁捜査本部は前日 B さんの会社をはじめ施工主の HDC 現代産業開発から下請けを受けて直接鉄筋コンクリート工事をし装備資材などを供給した会社3社の家宅捜索に入った。警察は事故が発生した建設内部の現場事務所などに対してまず家宅捜索を実施しようとしたが追加の崩壊の恐れがあるため現場への侵入が制限され令状を執行することができずにいる。広州警察庁関係者はまず可能なところから強制捜査に入ったとし現場への侵入が可能になれば追加の家宅捜索を進める予定と明らかにした。この日午前11時14分頃には崩壊事故が起きた建物地下1階の階段の手すり付近で行方不明者6人のうち1人と推定される男性が内視鏡カメラの捜索を通じて発見された。救助隊員が内部のコンクリート残骸を片付ける過程で確認した。消防当局はこの男性の生死を確認していて残骸を片付け次第男性を救助する計画だ。寒波の中で救助の知らせを待っていた行方不明者の家族は埋没者を発見したと聞いて大きく動揺した。涙を流しながら座り込んだり生存を期待しながら電話をしたりしていた。一部の家族は発見場所に入って自分が確認すると言って警察統制線の前まで走り寄る場面もあった。